本日も江戸東京ブランドを巡り始まります。日本文化紹介やがたジャパンマークです、えー。今日もお届けしてまいります。えー、本日はですね、13役師15代目の竹内慶一様にお越しいただいております。竹内さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい、ありがとうございます、えー。それではまず番組紹介をさせていただきます、えー。日本橋ループは伝統とモダンが融合する街、日本橋に集う人が交流するコミュニティです。 老舗のこだわり、技、イノベーション、地域の歴史やお店にまつわるコンテンツをリアルオンライン問わず、日本橋ならではの街と人の魅力に触れる様々なアクティビティを開催しております。本日はそのアクティビティの一つとして、一般社団法人、江戸東京ブランド協会主催の江戸東京ブランド巡りを、ここ、日本橋高島屋のショッピングセンターのですね、新館がある、 日本橋高島屋三井ビルディング1階の日本橋ガレリアコミュニティスペースからお届けしております。主催は一般社団法人、江戸東京ブランド協会、公園東京都、企画はスターマック株式会社でライブ配信でお届けしております。いつも通りですね、ご質問のある方は画面下の Q&A に記入の上、ご送信をいただければと思います。 はい。えー、お待たせしました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。というわけで、竹内さん早速ですが、自己紹介をお願いしても<あ>よろしいでしょうか。はい。えー、はじめました。えっ、ー、と、私、えー、竹内圭一と申しまして、えー、お店の名前は十三屋串店ですね。で、そちらの15代目になります。で、えー、私が仕事を始めたのがですね、えー、 と1986年の昭和61年、まあ、高校出てからですね、はい、で自分のうちだったので、えー、周りからいろいろと継がないともったいないぞといろいろやらなきゃいけないぞと言われまして、うん、実際自分の、まあ、先代親父からは一言も継げとは言われなかったんですが、うん、後を取ることを決めまして、はい、そこから修行をし始めるという形になっています。 何歳ぐらいから修行し始めたんですかあ、もう、あの、正式にやり始めたのは、あの、高校出てからなんですけども、実際は中学の頃、お小遣いもらえずにですね、櫛を1枚磨いたらいくらというような、まあ、低のいい修行をさせられてた、今思えばですけど。そうですよね。あの、お家がお店やってるとかリアルな話ですよね。皆さんそうですもんね。はい。お手伝いをすると、あの、お小遣いもらえるよ、みたいなスタイルですよね。はい、そうですね。はい、はい。 はい。じゃあまあ小さい頃からもうお家の家業に溢れてる機会がとても多くて、はい。なんとなく継ぐのかなみたいなのも中学生ぐらいには思ってたんですかね。逆にもう小さい時は、はい、当たり前のように仕事場と自宅一緒ですから、はい。 あの学校、まあもうそれこそ幼稚園なんかでも終わって帰ってくると仕事場に行って覗き込んで、うん、ですからもう完全に門前の小僧状態で、うんうん、ですから初めのスタートラインが、まあ一からやる人よりは、うん、まあ三つ四つ得してたかなと。そうですね。そうですよね。はい、やっぱりなんだかんだ言ってみんな、あのね、いや、継ぐつもりはなかったんですとかいうおっしゃられるご投資とかも、やっぱり結局はすごく見てる回数とか、 ね、内容が全然普通の人とは違いますから。そうですね。うん、はい。ということですね。はい。はい。というわけで、えー、後を継がれたということでございます。なんと15代目ということでございます。はい。えー、そしてですね、えっ、ー、と、お店の紹介をお願いできればと思います。はい。 えー、店はですね、はい、東京は上野、昔は池の畑と言ってたんですが、そこの場所にございまして、はいえー、同じ場所で、えー、1736年から、えー、ですが287年ですね、うん、あの、同じ場所で杉江の串一本でやらせていただいている店でございます。今あるお店の場所がもうそのままというでそのままですね。わー、すごいですね。はい、めちゃくちゃいい場所にあります。あいやいや、あれはね、うん 今はいい場所なんですが、はい、昔は実は裏路地でして、<お>はい、あの、シューノバズの池が目の前なんですけども、はいはい、それこそ関東大震災の区画整理、はい、あの、昭和7年なんですけどもね、はい、その時に後ろにキックバックをしまして、はい、もう本当に前に、 昔は運河が流れていまして、で、それこそ、第八車1台しか通れる幅がなかったぐらい狭い道幅だったそうなんですけど、その分、後ろに下がって、まあ、やっぱりあの全部きれいに街並みを整えるということで、それで、場所的には変わってないんですけど、だいぶ後ろに下がったので、目の前は大通りになりましたから、はい、はい。ですから、あの、いい場所に感じるかもしれないですが、昔は、あれは裏通りだった。そうなんですね、はい、じゃあ。 なんか、ラッキーって感じですね。そうですね。<laughs> はい、借景がすごいんでね。<laughs> はい、素晴らしいですよ。もう目の前ね。<laughs> はい、ちょうどこの間お伺いした時もね、あの、ハがね、もう今ぐらいですかもう全開ということ、ね、あ、もうもう今枯れ始めてす、ね、枯れ始めてですね。もうちょっとすごくお伺いした時は良くて、ね、美しく、あの、咲き誇る、あの、ハの中で、えー、目の前にまあそういった風景があるというお店のところなんですけれども、 はい、えー、で、えー、15代続けてこられて、で、どんなものを売られているかとか、そういったところもご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、はい、あの、も,ね、も,もちろん、告げの櫛ですんで、はいはい、あの、全部一から私ども、もうそれこそ材料からですね、えー、仕入れて加工するまでの期間もそうですし、加工し始めてから製品するまでも、全部あの私ども一人でやるんですよ。うん で、えっ、ー、と、本当に珍しくてですね、あの、一部もちろん機械化している部分はあるんですけれども、うん、もう江戸時代から歯の中作る仕事は全く変わってないんですね。うん、で、それ、まあ、あのー、およい、こう、ちょっとこう、ご紹介しますけれども、うん、えっと、まあ、 一番初めまあ手で作るときに板はったもちろん削るんですけれども、ねはい、で歯を引くのを丸のコで電動の丸のコで引くのが唯一動力を使うところで一本一本歯を入れていってそこからまた手に戻るんですけどうん、うん、あの一番初めに、えー、まあこうは外離棒って言いましてねはい本じゃあサービスそうです、ね、実際そのどうやって作っていくかっていう話をお伺いしたいと思い,です、ね、いしますかはい,よろしいですかはい、はい、であの こちら、あの棒にこれは特沙なんですけどもね特沙、はい、っていいましてこちらお分かりになりますかね、えー、ちょっと貼る前のものとこう粒のものを持ってきたんですけれども、はいはい、こちらこれが粒状のものでこちらが薄く皮状にしたものなんですけれども、はい、でこれを、まあ、お料理みたいにコトコト煮ましてやらかくして。はい <で>はい、中に筋があるので、それをきれいに取ったものを、こういう棒に即位って言いまして、はいえー、ご飯粒の糊で貼り付けているものなんですね。この薄い この板自体は何の板というか、ベースの板は何なんですかこれは桜の木です。桜の木なんですね。それは何の木でもいいんですかいや、えっとですね、これ、まあ、げって硬くて密度のある木なんですけども、あの、杉より柔らかいもの、まあ、ほとんどがそうなんですけど、同じ材料でやってしまうと喧嘩して、はい、特さがダメになってしまうので、少し若干柔らかめの木。あしなってくれるようなものが。はい、そうですね。で、桜の木に、はい。ご飯粒で。そうです。 昔は、<laughs> 昔はそれしかなかったっいうのがあるんでしょうけど、いま、ね、だにそれをうちはやってるっていうのは、はい、例えば、ちょっと剥がれたりとか、切れなくなって,て、交換っていうと、はいはい、お湯につければすぐ剥がれるんですで、拭いて、またご飯粒練って貼り付ければ、よくこの辺にご飯粒つくとカチカチに固まるじゃないですか。かすね、遊びがないんですよ。はい、ですから、カチッと止まるんで<ー>、はい、道具としてものすごくその、なんていうんですかね、 手加減、さじ加減で綺れ具合も変わってくるので、はい、はい、はい。もう本当に昔のその得意というのが一番ぴったり。めちゃくちゃ面白いですね。はい、じゃあ、この一つのそのお道具作られて、ね割、割とじゃあ長く使える感じですかそうですね。一回貼るとだいたい30枚ぐらいは作れます。30枚作れるはい。30枚作るのってたいはい。1ヶ月とか。はい えっとですね、30枚ですと、10日間ぐらいです、ね。日ぐらい。はい。で、もう、えー、表面の特差がダメになっちゃうと。切れなくなります。切れなくなっちゃうすはい。じゃあ、木は大丈夫だけど、特差を変えるよ、うん、みたいな。そうです、そうです。ああ、そうですか。はい。 うなぎ屋さんみたくそのうなぎ屋さんのタレみたいにそのなんか中の棒はずっともう十0かれこれ五六台使ってますとかそういうことはあんまりないんですかいやそういうのもありますよあの串屋って結構あのこういったらあれなんですけど潰しの効かない職業でしてははいい串屋はもう串しか作れないんですよですから例えば職人さんがいらっしゃってその方がまあ廃業というかねやめられたりとか亡くなりになった時にそこに行ってはい使って 出た道具とか、跡取りがいなければ、はいはい、あの買い取って。それで、今度自分たちが、まあ多少加工して、自分の使いやすいようにして。はいはい、あの道具作り直して、どんどん使っていくんです。ですから、私が今使ってる道具も、誰が使ってたか、わかんないぐらい古いもの、を結構使ってます。うわ、すごいですね。はい、ああ、じゃあ、そういう、あの面々と。受け継がれてきたもので。そうですね。になられているということですが、ね。はい。 はい。そして、じゃあ、それで、まず一番最初の工程としてはどうなるんでしょうかはい。はい、あの、一番初めはですね、はいまあ、これ、特措が一番最後の磨きの工程になりますので、でねはい、一番初めはサメの皮、同じような材料のものに、はい、あのサメの皮を貼りまして、はいはい でサメネ側ってよくあのわさびを下ろしたりありますねありますでしょ。はい、あれと同じようであの荒削りにすごく向いてるんですはい,はいはいはい。でそれで大まかな形作りをしてあげてから、はい、えー。どうしてもザラザラが残ってますから。はい。がん切りって言って鋼のヤスリがあるんですけどもはい。そういったのでちょっとさらってあげて、で整えてからこの特さぼを何種類もあるんですけど、それで目の粗さによっても分けて中を一個一個磨くイメージですね。ああ。 じゃあ、一番最初は、こう、櫛の木はどんな<あ>あの感じで届くんでしょうかえっとですね。あ、なんか、前後しちゃってごめんなさい。これかまぼこみたいな、かまぼこの板みたいなのが。そうですね。こんな感じなんですよ。はい。もう、こういうふうに、あの、要は、 は先と後ろの方ですよね。はじ、い、めにこういう状態で製材してもらうんですよ。で、これがまあまだ生木の状態で、このまんま、例えば何年寝かせてても、口にした時に生木は生木ですぐ戻っちゃうん、ダメになっちゃうんですね。暴れて。はい、で、それを押し着かせるために、れうんはい、これが、あ,<ら>あの、 黒くなってますでしょなってますね。はい。これがですね、げをいぶして、あ,あ、いぶしてはい。かくん製なんですけど、いぶして、はい、で、アク抜きをしてあるんです。ああ、アク抜き。はい、なんか美味しそうですね。はい。はいはい、<laughs> この辺ちょっとキラキラしてるの見えますかねはい、見えます。これがアクなんですよ。ああ、なるほど。はい。 これを出してあげてから初めてやっと自然乾燥で、はい、うちの場合最低5年。あ<ー>まあ大きさによってはもうちょっとですね。あじゃあ、アクを抜いてから、えーはい、寝かせないと、まあ時間を置いても意味がないっていうことなんですね。意味がないんです。はい、ああ、そういうふうにじゃあ燻製をしてから、はい、木をちょっと加工してから寝かしてあげると。そうですね。5年すごいですね。じゃあ、結構割と倉庫に。 もううちの中いっぱい積んでます。積んで <laughs> はい、積んでます。あれ、これ4年のだったかな ?3 年のだったかなとか、そういうの分かなくならないですかあ,あ、もう全部ちゃんと、あの、なんていうんですか、タグ付けしてあ。あ、それそうですよね。はい、<laughs> ちゃんとやっとかないと。はい、それはもうちゃんと。あ、そうですか。なんか、その、はい、ウイスキーみたいに何年物がいいみたいなのあったりするんですかあいや、これね、はいあの、よく聞かれるんですけど、はい、寝かせばただ寝かしただけいいのかっていうと、別にそういうわけではないんですよ。 要は、密度がある木なんで、はい、あの、まあ、こう言ったらあれなんですけど、密度のない木だったら、うん、ストーブ乾燥って言って、室、うん、の中に入れて、ストーブで乾かしちゃえば、はい、中まで乾いてしまうんですよね。うん、ところが、杖って、ものすごく密度がある木なんで、うんうん、そんなことやっても表面の水気しか取れないんですよ。なるほど。ですから、ゆっくりゆっくり時間かけてあげなきゃいけないんで、5年は最低かかるよと。はい、で、この処理をしてあげれば、たとえ50年間、 こう、材料置いといて、で、じゃあ作ろうってやっても、材料ダメになってないんです。うわぁ、すごいですね。はい。ところが、生に近い状態とか、生の状態で置いてると、やっぱりダメになるんです。はいはい、ああ、水分の抜きが。うーんとね、これは、なんていうんですかね。 もう昔から言われてるんですけど、いぶせば大丈夫。おー、不思議ですね。これは不思議なんですけどね。不思議ですね。この悪悪に何かこうありそうですね、品があるんだと思いますね。何か出てきて、表面とカバーしてっていう、ね、なんかこうツヤ感が出てっていう。なんかやっぱ、明確に物として変わってる感じしますもんね、見てるとね。そうです。もう全然ね、重さも実はね、厳密にと違うんです。ちょ、もっと見てみわかるか、ちょっとちっちゃい板なんでね。 ありがとうございます。<laughs> ちょっとわかんなかったんですけど、<laughs> たくさんね。玉にすればすぐわかると、はい、そういうことですね。はい、黒い方がちょっと軽くなる。軽くなります。ああ、まあまあそ、そんな気がしました。<laughs> <laughs> はい、えー。というわけで、そそれを加工して、その後に、はいえー、さっきの唯一電気化がされているというもので、ノコギリで刃、ね、をつける、はい、丸ノコで一本一本こう引いていくんですね。はい、引いていくっていうですね、はい、こういうのはい。 あ、質問ですね。道具や櫛の材料はどこから仕入れるんですか。<あ>なるほどです、ね、そうですよね。あの、うちはもう完全に日本の鹿児島県。はい、鹿児島。はい、指宿ですとか、はい、えー、開門岳のあたり、あとは永長の方で、切ってもらって、そこの土地の。次だけです。うん、で、えー、ちゃんとした、まあ、あの、あちらでちゃんとこう組合があって、できっちり、まあ、今は三軒ですかね。うん、で、切っていただいてるんですけども。 あの、ま、あまではいろんな素材が出回ってるので、うんうん、確かに、あの、こういったらあれですけど、えー、全部が日本のものでは正直ないんですね。うん、いろんなところで売られてますけど。ね。はい。次の,<そ>次の木といっても、メイドインホニャララっていうのは違うということです、ね、ありますあります。はい。で、当然、あの、肌触りも違えば、丈夫さも全部違ってきますんで、うちはもうそここだわりで、やっぱり日本の最高級のものしか扱いませんあ<ー>ということで。 つげはある種ブランドつげみたいな感じなんですね。そうですね。うん、はい。 これやっぱ業界にないもともとゲが出るところというのは日本で昔から4カ所しかございませんで昔は東京江戸の職人ですから東京都の今は御蔵島三宅島豊島東京都ですけどそちらで採れた島の杖というのがあるんですねその他に今申し上げた先ほど申し上げた鹿児島の杖があるんですで日本その4カ所でしか採れないんですあそうですかい 原料の担い手がねやっぱり減ってしまうと伝統工芸苦しいみたいな話ありますけど、うん、まあ鹿児島には作ってくれている人がいるということでまだどうにかありがたいですね。はいま、これは本当に大事な問題なんです。やっぱり、ね、原料がねやっぱこの全部、ね、バリューチェーンにつながってますから、うん、皆さんがやってくれて伝統工芸が維持できているということかなという,ふうに思います。はいいありがとうございますでそれで え、丸の子で、こう、ガーッと切って、引いて、はい、てそして、それから、先ほど言ったように、あの、そうです、外りって言って、一本一本の中を磨いていくんですね。めっちゃ大変ですね。<laughs> そうですね。はい、ですから、一日ずっと座り仕事で、はい。はい。もうひたすらそうやって、あの、手を動かしてますから、はい あの、自分では数えたことないですけど、はい、大きめの串作るのに何千回やってましたねって、とあるテレビのディレクターの人に言われて、かか数えてくださそうですね。いやいや、そんな考えながら仕事してないですよと,と、ね <laughs> はい。あくまでも私ども、 口、えー、の最終的な形口の歯の最終的な形を頭の中でイメージしながらその、まあ、今風に言えばシェイプしていくわけで、うん、磨き込んでいくわけで,、うん、でそこに近づけていって初めてやっと使いやすい口になるもんですから、うんはい、ですからちょっと独特な作り方っていうのはもう本当江戸時代から基本的に変わってないっていうのがうちの作り方ですね。うん、そうううですねなんかか全部こう一点ものというか、うん そういうことですよね。木も違えば、形はでも大体同じに作るように意識してるとかなんですけど、この大体何センチ幅とかそういうのはあったりしてるすえっ、ー、とですね、高い木なので、はい、仕入れの段階、もう原価でここのサイズでいくらって、1>, はい、1枚いくらって決まるんですよ。ああ、割とじゃあ、そ,その仕入れ時にこのサイズでみたいなあるわけです、ね、るんです。ところが、<ー>やっぱり、あの、 なんてギリギリじゃ作れないじゃないですか、うん、当然。うんそうね、で、それで昔から言われてる大体2部、3部幅。だから6ミリから9ミリ幅ぐらいで、はい、まあざっと言うと、うん、まあ例えば携帯の4寸、うん、4寸2部、4寸5部、4寸8部、5寸、5寸3部、5寸5部っていうふうに、細かく細かく、はい、6ミリ、9ミリずつサイズ別で作っていきます。なるほど。はい やっぱそれはあれですか、ね、手のサイズに合わせてみたいなことなんでしょうね。えっと、そうですね。うん、あとは、その、まあ、使われる方のね、うん、お好み、特に昔は、うちの場合ですと、うんはい なるほど。ああいうところの、えー、神井さん相手に商売させていただいてたんで、それこそ、北は、えー、札幌、函館、で、あとは、あの、やっぱり、箱根の山というのは相当険しかったので、うんうん、そこから、えー、と、東、北側がテリトリーなんですよ。うん、ああ、なるほど。流通のね、限界が、ね、出、はい、てきましたからね。で、はい、昔は真ん中の部分を木曽の薮原の職人さん。なるほど。で、西、南が大阪の職人さんがテリトリーとして持ってた ですけども、はい、今そういう垣根はなくなりましたけど、うん、逆に言うとその垣根がなくなってしまったんで、うん、それこそあとでちょっとご説明しようと思ったんですが復讐のこの形、はい、この形って実はあ吾妻形って言いまして、ね、はい、はい、この2枚なんですけど 2> 下2枚ですね、はい、こちらは東京江戸の形なんですよ。へ<ー>でこの形がまあ えと女性でいうと後ろから見た時の撫で肩の感じ<ー>柔らかい感じになってるっていうんで吾妻型この形で逆に言うと西の方に行くと、うん、何は型っていいましてもうちょっとこう肩が張ってるんですね昔の串でそちらがちょっと怒り方のように見えるんで、まあ、その違いがはっきり分かったんですけど。うんうん 今はまあこの形が、うん、あの主に主流全国的に主流になってるのは、まあね、あの見栄えがやっぱりいいからああ<ー>、<だ>そういうことですねもともとは東京江戸東京の形ですああそうなんです、ねまああ <laughs> 東というだけあって、はい、ということですよ、ねはい、ですねなるほどなるほど、ね、はいそういうふうに形を作られてということで で、仕上げとして、まあ、じゃあ、それで磨いていって、どういう仕上げになってくるんでしょうか形を作りまして、で、また特差で表面磨いて、最後は鹿の骨で艶を出す。鹿の骨はい。どういうことですかすごいですよ、それ。鹿の骨で。鹿の骨はどういう効果が要は、もう磨きは実は特差でやった段階で終わってるんですけれども。 つやは出ないんですね。あ、つやが出ない。はい。ですから、そのつやを出すために、面を鹿の骨で潰してあげるんです。はい。へこう、こすって潰すんですね。はあ<ー>。はい。で、それが昔から言われているのが、あの、鹿とか、えー、イノシシは大丈夫なんですけど、馬とか牛は、 息は面を潰すんですけどかえ、帰りが出ちゃうってう、帰る時に消しちゃうんですよ、やを。ああ、なるほど。はい。ですから,昔からずっと何やってんだかって感じになってますけ、ね、そうなんです、そうです。うん、ですから昔から、まあ大体主に鹿の骨で艶を出すっていうのが、<ー>はい、あります。すごい。なんか鹿の骨でつ艶を出そうっていうのは気がついた人がすごいですよね、うん、本当に。そうですね、骨で艶を出しても、もはやなんでだかっていう。<laughs> すごいですね。じゃあもうこれ、杖じゃうまくいかないなって,ってあ、次はね。 特殊だけじゃうまくいかないなってって、いろんなもんで磨いたんでしょうね、きっとね。だと思いますよ。で、ちょっと骨でやってみるかって、つ、はい。鹿が良かったっはい、い。すごい、ね。すごいですね。はい、鹿の骨ってこう、割とその、じゃあ、割と特殊は、その、一回巻いてから10日間ぐらい使えるみたいな感じのお話ありましたけども。うん、30枚分ぐらい。30枚分ぐらいでしたね。はいはい、えっと、鹿の骨はどうなんですかまあ、ほぼほぼ一生もんです。えは、ー、い。<laughs> もう、じゃあ、どこの骨なんですかね。 だいたいスネが多いですね。スネすねの骨を使って、はい、使って、ゴリゴリやってると、はい。はぁ、艶が出てくるとて、うこれ知らなかったですね。そうですね。ぜひ、本当でしたね。お店できればよかったんですけどね。ありがとうございます。それはないです。はい。ということで、えー、今日、その出来上がりが3つ種類がございまして、持ってきていただいております。はい。えっ、ー、と、まあ、本当にごく一部で、はい。もう、ほん、 本当にね、お店会社もたくさんの種類あって。<laughs> あるんですけども、溶、はいまあ、かし串でご自宅使いを、まあ、目の細かめのものが下の方で、これ逆に一番粗いものが真ん中ですね。はい、一番上のものがセットコームと言い,いまして、これはもう戦後入ってきた形ではあるんですけど、はいうん あの、要はお休みになる前に、あの、昔カーラーを巻いてお休みになったんです。それの時に使いやすいようにって、まあ、これ完全に西洋の形。なるほどね。はい。で、これは縦板の棒がついているので、どうしても一枚の櫛ではあ、板では作れないんですよ。はいはい。上の部分のワンピースと刃の部分とのツーピースの作り方。あ、これ合体してるんですね。合体です。はい。で、ちょっと見えにくいんで、ちょっといいかな。こうやってわかるかな。あの、黒い点々が、 ありますね、見えますかね、ねちょっと4つほどあるんですけど、これがあの竹釘が打ってありまして、はい、昔はにかわで張ってたので、あの簡単に外れちゃってたんですね。はいはい で、今、ボンドなんでなくても大丈夫なんですけど、はい、それを止めるこの竹の釘が打ち付けてあったりするのがこういう櫛の特徴。ああ、なるほど。これ合体の証ですね。はい、ねそうですね。はい、で、これはどういうふうに使うかというと、逆毛を立てたりとか、はい、もう細かい作業をするための櫛なんです。ああ、そうですね。あくまでも溶かし櫛というのは下の2枚。で、この間にも2種類ほど目の粗さがあるので、そのお使いになりたい方の髪質、はい、髪型、はい、あとは えっと、量ですとかね。はい、そういうのに合わせて、あの、私ども、あの、お見えいただければ、お客様だったらこれがいいですよとかで、実際に使っていただけるのもご用意しているので、うん、使っていただいて納得の上、うん、お買い上げいただくっていうのが、ねはい、今のうちのやり方です。これ、あの、真ん中の段のやつは、一番粗いというか、幅があるやつですね。はい、はい、そうです。 あの、例のパーマ用のやつ,やつそうです、ね、ああ、これすごいですよ。パーマ用の櫛ってあるんだなと思って。ありますよ、ねはい。昔はよくアフロ用の櫛とかも随分、うんはい、いただいたりしてました。ドレッド用とか、アフロ用とか。ドレッドはさすがにないですね。<laughs> すねはい。はい、<laughs> はい。そんなたくさんの櫛本当にね、あの、皆さんぜひですね、あの、お店の方ですね、上の、あの、忍ばず池のすぐのところにありますので、あの、ぜひ訪問していただければと思うんです。本当に素晴らしいあの種類のたくさんあって、あの、お手入れの 仕方とかも教えてくださいますので、一度、はい、訪問してみてはいかがでしょうかということで、えっ、ー、と、時間がですね、あっという間にこう過ぎていってしまってるんですけれども、<laughs> すいま,ません、ありがとうございます。はい、えっと、受賛役師さんが考える、こう、ブランドについて、 はいはい、ぜひ教えていただければと思うんですけれどもそうですねあの、はい、今もずっとこうお話しさせていただいててうち独特のものというのが、はい、あのやっぱりよそと、まあ、昔からあのちょっと違うんだよっていうのがずっと言われてまして、はい、でうちの口には真ん中にちょっとこれだと見えないと思うんですが13というちっちゃい刻印が押してあるんですよ。はい で、これがあればもううちの串ですよと、間違いないですよということなんで、この刻印に恥じない、これがイコールもうブランドだと思って、日々作ってますので、はい。それはもう初代ぐらいからやってるんですあ、もうずっとそうです。わー、すごいですね。じゃあひょっとしたら、おじいちゃんがお作りになられたやつをね、なんか持ってきて、いやこれね、なん、ありますよ。これ直してね、とかあったりするんですかいやいや、これ見て、とか、はい。いや あります。これ、これは、あの、じゃあ先代のやつかなとか見て分かったりするもんですあ、私が見てるものは、わかります。すごい。はい。<laughs> はい、<laughs> すごいですね。まあ、やっぱりそういうとこはやっぱ老舗さんの、あの、老舗さん自体も代を重ねられてるんですけど、お客様も代を重ねていらっしゃいます、ね、そうですね。はい。で、はい、まあ、この13と入ってると、あ、役者だなっていうのはもうお客様もわかると。そうですね。それでかブランドなんじゃないかなという話でございました。はい でえー、そうした、えー、受賛役師さんの、えー、所属されている江戸東京ブランド協会というのがございますこちら資料の方を見ていただきながら、えー、ご説明いただければと思いますはい、えー、江戸東京ブランド協会がですねえー、とはえっ、ー、と江戸回復から400年以上の歴史を持つ江戸東京に、えー、その歴史に漆された伝統的な工芸や匠の技や食文化 産業など数多くの魅力がありますとでただ発信力の弱さ後継者不足いろんなことがありやっぱり産業として衰退していくということがあの懸念されることがやっぱり多いのでぜひそこの橋渡しとして、えー、技術作り手あとは老舗、えー、のれんですね産業の間両方のちょうど取り持つ形で、うん、江戸東京ブランド協会というのを立ち上げて えどちらの、何、えー、ていうんですかね、今までは、えー、縦割りだったものを、この、えー、横のつながりを、まあ、それを法人化することで、えー、といろんな行政団体ですとか、いろんなところと連携して、どんどん盛り上げていこうというブランド、うん、その東京ブランド協会がはそういう意味で立ち上げられていました。はい、はい 明日ですね、10月20日なんですけれども、皆さん老舗の日なんですね、ご存知でしょうか。えー、ぜひですね、あの、ツイッターとかでハッシュタグ老舗の日でですね、見ていただければと思うんですけれども、江戸東京ブランド協会の、えー、皆さん会員の老舗のお店さんも含めてですね、皆さんですね、明日老舗フェスティバル、えー、渋谷のストリームという場所で行われるんですけど、皆さん出展されますので、ぜひあのご覧になっていただければと思います。 朝11時から夜の11時まで、1日限りのイベントになりますので、ぜひですね、ハッシュタグ死にせの日でチェックしていただいて、渋谷ストリームまでお越しいただければと思います。全国、もちろん江戸の死にせを中心に、全国の様々な死にせさんが集められたイベントでございます。はい。そういったところでですね、この放送自体も東京都さんの公演でお届けさせていただいておりますので、 まあそういったですね、東京として、江戸として、情報発信をして、皆さんに理解をしてもらう、知ってもらうという活動を続けていきたいというふうなところでございます。はい、というわけで、あっという間に本当に時間が過ぎてしまいましたが、そうしましたらですね、最後にですね、ご覧になっている皆さんに対して、竹内様からまとめをお願いできればと思います。あ えー、そうですねあの、実はもっともっとしゃべりたいこといっぱいあったんですけども、見ていただきたいこともいっぱいありまして、ぜひ、あの近くにお寄りの際は、店の方に来ていただければ、私、実演で、実際やってるとこ見れますので、ぜひ、私が訪問した時もですね、も、実際、お客様が来られて、まあ、長いお付き合いのお客様なんだろうなという方が、ですねあのこれも、ててこうして、ああしてみたいな話されてるので、非常にやっぱり、 老舗ならではの長い付き合いという風景だなと思いました。非常にあの素晴らしいなと思いましたの、ね、で、ぜひその雰囲気を感じ取っていただければと思います。たくさんありがとうございます。ありがとうございます。はい。そうしました。ら最後にですね、次回のアナウンスをさせていただければと思います。次回、江戸東京ブランド巡りは11月16日火曜、あ、ごめんなさい、水曜日ですね。 14時から、津田野屋三代目の市間田秀樹様に国産漬げの特徴や手入れの仕方と書いてありますが、これは合ってますでしょうか違い,違いますね。はい。最強付けですよね。はい。ちょっとごめんなさいね。このメモが間違っておりました。<laughs> えー、失礼しました。最強付けの、えー、お話をしていただきました。編成しました。 えー、次回ですね、日本橋ループ、えー、ウェブサイトのアクティビティ一覧をご確認の上、ぜひ、えー、ご参加いただければと思います。はい。というわけで本日も江戸東京ブランド巡りをお届けいたしました。えー、本日はですね、13役支店の15代目竹内慶一様にお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。本日もお届けしましたのは、えー、日本文化紹介やがたジャパン、えー、マークでした、えー。伝統の良いものを現代へ。 またお会いしましょう。